ビルヘルム・フリードリヒエルン・ストフォン・ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルトは、ドイツの諸カ家門ヘッセン家の公子、ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルトホー・ハク・カールと、その2番目の妻で、ベンシュタイン公・ルートビヒ・ビルヘルムの娘であるゾフィーの間の、第4子、4男。1857年12月27日に、カッセルにおいて、ヘッセン選定公・フリードリヒ・ビルヘルム・一世が、 奇宣結婚でも受けた娘である、ハーナウ・ホロビッツコ女マリアと最初の結婚をした。この結婚はやはり、マリアの母の出自の低さから、奇宣結婚とされ、夫妻の間に生まれた二男三女の五人の子女は、家督相続権を認められず、アルデック公子の加盟を名乗ることになった。ビルヘルムは1872年にマリアと離婚した。1873年8月16日に、 シュタインフルトにおいて、イボアネベルタとその夫のベンシュタイン公、ルートビヒの間の娘ユリアーネと再婚し、間に三男一女の四人の子女を設けたが、1878年に死別した。1879年8月23日に、シュタインフルトにおいて、千歳ユリアーネの実子アーデルハイトと三度目の結婚をしたが、間に子供を設けないまま1880年に死別した。 1884年12月6日に、ルイーゼンルント城において、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクグリックスブルク公、フリードリヒの娘アウグステと四度目の結婚をし、間に息子を一人設けた。ありがとうございます。